悪口とですね不満ってありますね、2種類ありますね。この違いは何でしょう。悪口と不満の違いはね、悪口はですね、自分をよく見せたいときに悪口を言います。あいつより俺の方がすごいんだぜとかね、あいつより俺の方が正しいって言うときに人の悪口を言います。だから人の悪口を言ったら同調しないでください。うちの旦那はこうで、ああでこうでこうでこうで、そうよねって、あんたの旦那最悪よねって言ってきたら、その言った奥さんが怒りますから。おかしな話ですよね。自分が旦那さんの悪口を言ってて、その子に同調するとですね、怒ってしまうというんですよね。わかりますか。あの悪口はその人のことを言ってるんじゃないんです。自分の方が正しいとか、自分がすごいんだってことを言ってるんですね。じゃあ不満は何かっていうと、良くしたいとき、もっと良くしたいときに不満が出るっていうふうに思ってください。これね、トレーニング必要です。結構この人はもう正しさの証明は何かなって、何が正しいって言ってるのかなっていうふうに考えるんです。これ結構難しいんですけどね。はい。つまりここ悪口は同調しないということです。そしてここは正さないということです。はい。不満の聞き方、不満を聞いたら褒めるね、今言いました。不満を聞いたら褒めなさいと。早すぎるって言われたからちょっと残しておきましょうか。不満を聞いたら褒めるというね、この褒めることが大事ですよと。はい、ちょっと次に行きますね。これね、ある話、うちのスタッフにですね、これ不満会やったんです。うちのスタッフに、なんか不満ないって、俺でもさ、何でも会社のことでもね、お父さんのことでも、お母さん、彼女、兄弟、何でもいい、不満って言ってくれってありましたって言うんです。なあ、言うて言うてって。実は自分の彼女がね、仕事中に電話をかけてくる、お仕事中であろうが何だろうが頻繁に電話をかけてくるんだと。やめてほしいんですよ、これだけはっていうわけですよ。さあ皆さん、何と言って彼を褒めますか。はい、ここルールその1、同調してはいけません。ルールその2、正してもいけません。ルールその3、正当化してもいけません。ルール4、誘導してもいけません。さあ何と言って褒めるでしょうか。褒めるんですよ彼をね。スタッフ A はね、どうしたかったんだろう。まずここを考えてください。スタッフ A はどうしたかったのか。もう仕事中でも何でも、もう必ず電話してくるんですよあいつは。最悪偉そうなもんだみたいに言いますか。どうしますかね。さあスタッフ A はどうしたかったんだろうかというのを考えますね。さあ前に座ったのが大月、どうしますか。自分が出るのを表現したかな。ああ、なるほどなるほど。彼女が、それは彼女お前のこと好きなんよって分かってやるよということですね。ということはこれを正してますね。で、その正しさの証明は彼女の正しさの証明をしたんです。じゃなくて彼の正しさの証明です。彼の正しさの証明をしてあげるんです。彼は今マイナスにフォーカスしているんです、彼女に。じゃなくて彼はそもそも何をしたかったのにフォーカスしてあげると、彼は笑顔に変わります。分かってやれよって彼女がすると、そうけどさみたいにこう笑顔にはなりませんもんね。なんか分かりした、分かるちょっと答えはないんですけど、分かる、なんか自分だったらこうするって言うとかある。じゃあ言いましょう、俺何て言ったか、すごいなとお前と、そこまで仕事に集中したいんかいと、ちょっと彼女電話する、俺が謝るとってやって彼を褒めました。でしょ、彼は仕事に集中したいんですね。彼女を犠牲にしてまでもね、俺の会社の時間を優先したいって言うんですよ。すごいなお前って、ありがとうって、もう彼女俺が謝っとっけんって彼は笑顔に変わりましたね。こういう
こういうことを考えてやるわけですよ。でね、一回ですね、ちょっとコンサルで入ってくれ言われて、ある広告代理店の30人ぐらいスタッフがいるところだったんです。そこに行ってですね、不満会を開いたんです。実際営業だけで、8人ぐらいで行ってね、でいろいろつって説明して、じゃあ不満会を開こうと、何でもいいからちょっと不満言ってくれみたいにね、はい、ありますか、お、何言ってた、そろそろうちも土曜日を休みにさせてもらいたいですというわけですね。ほーってね、さあ皆さん何て言いますか。営業なんですよ、土曜日休みにさせてくれ。これもまた厳しいですね。褒めろって言われてると。で俺にこう言いました。お前偉いなと、すごいと、お前さってみんなを代表して言ってやろうって、みんなが言いたいことを言ってやろうって、かすごいなと、それ外やろうやって、どうやったら土曜日休みになるって聞きました。どうやったらそうなるって、いやもう月曜日から金曜日までも仕事のみでやりますみたいな、仕事に集中してやりますみたいな、わそれ行こう行こうや、でもさって営業前やからって、相手サービス業やからね、土曜日とかにね、来てくれて、あんや、どうする、それは行きますよ、おお、じゃあそれ行こうやってやったわけですよ。ね、さあ、ね、一般的な上司にね、行くけ、もう一回言うてって、土曜日休みしたって、お前、バカかって、お前、営業だろうかって、土曜日はお客さんがサービス業で来いって言われて、どうするってやる、いや、行きますよ、行けばいいんでしょみたいになるわけですよ。結果一緒ですよ、結果は。ね、みたいなですね、まあ、そんな話もあった、まあ、それが本当に頭とかどうか分かりませんけども、まあ、そんな感じにプラスプラスに表現していくと、人は同じ行動を取るにしても積極的に主体性を持ってやる、やらない、そのさっきのやつでどっちが結果上がるかって言ったらもう一目瞭然ですね。